皆さんこんにちは、着物エスケの健太郎です。今日は着物ブックプロジェクトアップデート第1弾ということで、今私たちがやらせていただいている、キックスタータープロジェクトをご紹介させていただきたいと思います。1月14日に、おかげさまで 130% 以上の達成率で、キックスターターキャンペーン終了いたしました。ありがとうございます。ですね、12カ国からドネーションいただいて101人の方にご協力いただきました。ちなみに国を挙げますと、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、スペイン、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、オーストラリア、ニュージーランド、そしてジャパンですね。たくさんの方々本当にありがとうございます。このプロジェクトを通して私自身、世界中にこれだけの着物好きな方がいてくれるっていうことに驚きと感謝ですね。ぜひそう人とつながりたいなと思って、この動画も上げるようにしました。はい、まず本のタイトルは着物 SK プレゼンツ帯結びです。着物の基礎知識であったり、着物の着方、帯の結び方を日本語と英語両方で書いた本です。この本に書かれている技術というのは、私の着付けの師匠でビジネスパートナーである押本が着付け師歴30年の経験を誓った技術ですを惜しみなく出してます。で、私と押本がこの着物 SK という会社を始めてアメリカで10年経つんですけども、その中でいろんな現場でいろんな方ですね、セレブを含めていろんな方々に着付けさせていただいて、その中で得た経験技術も惜しみなく書いています。で、押本や私の紹介についてはまた違うビデオでご紹介させていただければと思います。お楽しみに。日本の着物にはね、その伝統的というかそのしきたりというかルールがあるんですけど、そういうものも掲載してますし、あとはそれとは切り離して着物をファッションとして楽しむ新しい楽しみ方、例えば原宿スタイルであったりとか、あと可愛いスタイルっていう、そういうコーディネートのお写真も掲載しています。なんでこの帯結びという本を出版しようかと思った理由なんですけど、今まで、ね、いろんな着付けのクラスの方から英語で書いてほしいっていうのは何年も前から言われてたんですけど、その今発売されている帯結びの本っていうのは結構エキスパート向けに、ね、書かれていて、 初級者の方とかあまり、ね、やったことがない方が写真見ながらやってもあまりうまくできないのが現状ですね。行間を読み取らなきゃいけないという感覚がいいんですかね。で、ね、私たちはもう誰が見ても帯が結べる本、着物が着れる本を日本語と英語で書いています。日本人はみんな、ね、海外の方にも着物を着てほしいと思っています。で、私たちはそういう海外の世界中の着物好きな方とつながりたいと思ったのも制作を始めた理由の一つです。私もね、できることなら女性用のような職人さんが作ってくれた素晴らしいデザインでカラフルなお着物を着たいんですけど、男性ほとんどがね、こういう単色な、これも素晴らしいんですが、ちょっと残念ですね。この本を読んで何が変わるかというと、着物と帯が正しく楽に、そして今よりエレガントに着ることができます。着物、あれこれ着物、これ着物じゃない、あれ帯、これ袋、名古屋、どうやって結ぶの、これ合ってんのかな、間違ってんのかなっていう不安がなくなって、着物がもっと好きになります。一緒に着物ライフエンジョイしましょう。今日はこれから、キックスターターのアップデートページに上げる押本先生のサンキューメッセージのビデオを撮るので、その、ね、ビハインドザシーンをちょっと簡単にご紹介したいと思います。そしてその時押本先生が着てる着物のコーディネートですねとかですね、その着物の種類とかもうちょっと軽くご紹介します。では行ってみよう。
うとったら欲しいのか。今日のコーディネートは大島紬に半幅の帯をしてます。着物が黒なので赤い帯を締めました。帯結びはとても簡単な屏風畳の一文字です。で、少し文庫風にしました。紬はまあシャレ着としてカジュアルにも着れますし、現代ですと礼装もございますが、すごく軽くて着てる感じがしません。特に大島紬帯も軽いのですごく楽です。大島紬は奄美大島原産で、糸を先に染めて、まあ、染め方も泥染めっていう染め方で染めて、でその後反物に織り上げてます。ここずらしてるのは、まあ、仕事着にしてきたりとかするので、まあ、おしゃれ着として遊び行く時でもバッグ持たないで、まあ、携帯をここにポンと。今アメリカに住んでるので車をほとんど乗ってますので、まあ、どういう感じかっていうと、まあ、こういう感じに入れてます。チャンネル登録お願いします。現在その帯結びブックの制作中なんですけど、先行予約プリオーダーを受け付けております、ね、もしご注文された方、ご予約された方いらっしゃいましたら概要欄のリンクからお願いします。英語と日本語とあります。で、ね、着物の着付けの英語って結構ね、言い回しが特殊なので、そういう英語を勉強したい方にも役立つ本になってます。これからもこういった帯結びのアップデート、あとは私たちがこれから立ち上げる着物インスパイアファッションブランドムーニックのアップデート、あとですね、私たちが普段行っている仕事の裏側ですね、あとこれ今までやってきた、映画とかオペラとか舞台、ね、ファッション雑誌の撮影の裏側のビデオも週に1回のペースで上げていきます、ね、なので皆さんサブスクライブ登録ぜひお願いしますね。着物 SK のインスタグラムの方にもほぼ毎日のようにストーリーとか写真をアップしているので、そちらもフォローお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。 Let's enjoy 着物 life. See you in the next video.